はい、えー、どうも皆さんこんにちはこんばんは本日も世界から日本へニュースを届けていきたいと思います本日は7月6日ですね今のモスクワの状況を皆さんにお届けしたいと思っておりますどうぞよろしくお願いします、えー、と月日が出すのは非常に早いですね私が赤の広場に行ったのはこの事態が始まって結構すぐに行ったんですよね2月のまあ20日とか21日に行ったんですけどもその頃はあのこう 内乱を収める警察がロシアにはあるんですけども、そういった人たちが結構いっぱいいましたね、まあ、軍と警察のちょうど中間ぐらいの人たちですねかなりいましたね、ロシアではで。こういった特殊な部隊なんですけども、ロシアの人、一般の人には結構もう秀逸のことですね、まあ、日本ではちょっと馴染みがないと思うんですけど、こういう人はまあ、内乱用の兵士たちですねがいましたね、たくさんで、かなり物々しい雰囲気だったんですけども、も今はもう平和そのものって感じでしたね。 長い冬が終わって暑い夏の日差しが出ているのでこうみんなちょっとバカンスムードみたいな感じになってましたね、えー、今、普段の,その平和のロシアと変わらない、えー、モスクと変わらないという感じでしたねで、どうしてこういうギャップが生まれるかという理由はいろいろあるわけですよね、えーと、そう聞くとロシアの人たちっていうのは平和に浸っているのかって言ったら、まあ、そういうわけではないですね。はい 日本人にとってはかなりギャップがある感じはすると思うんですけどもただ、まあ、えっと、こういった事態をちゃんと理解してロジカルに判断するっていうのは結構、やっぱりちゃんとした情報が求められることな,ことなわけですよね。はい、だから、そこら辺は一人一人がどれだけの情報を持っているかどれだけのリタイシーを持っているかに結構かかっているかなとうう思います。 で、次に、えっと、経済の状況ですけれども、まあ、あの、すごい世界各国がロシアを、こう、経済政策したわけですけれども。 今のところはまあまあまあ全然問題ないって感じです、ほとんど。な、ま、ん、あ、でかって言ったらインフレが起こってるわけですけども、インフレっていうのはもう世界で起こっててロシアだけじゃないわけですよね、でロシアはインフレをかなり抑える込むことに成功したわけですよね、でルーブルが先日、えーとまあ、急落ちょっとしたんですけど、一時的に20%ぐらいかな急落したんですけども、も、まあ、それは大したことないですね、多分一時的な可能性がまだありますね。えー、とととロシアはルルルルーーブブががちょっっっっ強くなりすぎたたたんで下げいいてう意向ずあ で金利も,もう20、えー、と有事が始まってから20%とか、まあ、だいぶ金利上げたんですけども、どんどんこれはもう下げてますね、今でルーブルが強くなりすぎたので今はもうちょっと予約したいという意向がもともとあるわけですね、ロシアの中では。はい ただも,もちろんその結構ルーブルを上げたっていうのはかなり力技だったんで、まあ、今後はどうなるか分からないし経済的な状況も今後は影響が出てくるのはまあ間違いないと思いますねただ、まだ時間はかかると思いますしただ少なくともロシアはやっぱ切り替えが早かったんでロシアと仲がいい国っていうのがやっぱ世界あるんでそういった仲がいい国とあの結構この密になっているっていうのが状況ですね、例えばまあインドとかもそうですね、インドっていうのは結構世界でも中立的な今立場あるんですけども、かなりロシアのガソリンを買ってるわけですね。中、ま、国、あ、とかもそうですし あとは、まあ、トルコともまあ遠い遠いみたいな感じですし、あ,ーまたあとあの、高架札地方ですね。高架地方は仲いい国と仲悪い国があるんで、そこら辺とも関係を持ったりしてますね、あとあアフリカとかもそうですね、東とアジア圏もそうですね、はいまあ、そう考えると経済的な結びつきでやっぱロシアの経済的な需要っていうのは高くですね、なんでかというとエネルギー問題があるから、ですね。で特に今、エネルギーがかなり値上がりしているので、そういう意味でも結局、需要が上がってしまっているっていう。まあ ある意味西側諸国にとっては皮肉な状態が起こっているわけですね、はい、でエネルギー問題はもう日本でも直結している問題だと思いますね逆にですけど日本の円が今めちゃめちゃ弱いわけですよね、本当に円弱いですね、大体135円で今推移してますよね、ににえー、四半世紀ぶりのもう値上がりになっているわけですね、今かなり。でえーとまあ、もちろん日本は金利を上げないいっていうあの今までのの異次元緩和の まあ、あの日銀が方向を変えなかったっていうのもあるわけですね、えー、結局金利を上げなかったっていうのもあるんですけども、も、まあ、それだけじゃないですね、まあ、金利を上げ,ざれ上げられなかったっていう論理もあるわけですけども、も、まあ、それだけじゃないでしょうね、日本の弱さがやっぱり露呈してるっていうのがここに来ているわけですよね、給与も上がらないですしね、ね日本っていうのは。だから日本の弱さは露呈してきているんですけども、もじゃあ、それで日本が終わりかってやっぱそうではないと思うんですね。日本には固有のの文化っていうのがあの過去から えー、クラシカルなものから現代まであるんでやっぱり日本の重要っていうのは世界に対して終わらないわけですね、ただ日本はそれをうまく売る術がないっていうのが実情でしょうね、日本の素晴らしい今のコンテンツを売る,売るあのちゃんとしたプラットフォームができていないっていうのはかなりの実情かなとうう思いますね、日本ブランドっていうのはまだまだ確保してあるんでそれがまあ崩れるのはそうたやすいことではないと思いますね。はい ただ、日本が貧乏になっているのは今、間違いないでしょうね、海外に住んでいる人にとってはまあ円安というのはかなり打撃がでかいですね、ただ、日銀を攻めたってまああの変わらないんで、多分、クルドー総裁が辞めない限り、多分これは変わらないと思うので、あと過去の,その円安になった時のデータを見ても、大体1年は円安になったら変わらないんですよ、えー、元と戻るのは変わらないんで、今回はも、まあ、1年は少なくても戻らないですよね。 まあ戻らない可能性もありますよね。もちろんこのままね。はい。 じゃあ、えっと、こういったでも僕らは大きな物語の中で住んでる小さな市民なんで、じゃ一市民がどうするかっていうのはやっぱ大事ですよね。大きなものに不平を言うも大事ですけど、不平を言っても変わらない現状があるんで、じゃあその中でじゃあどうするかって考える必要がありますよね。そうな時にやっぱに今のこの円安の状況をちゃんと学ばなきゃいけないですよ、一市民として。それだったらやっぱり円以外を持つっていうことですね、円だけを持っているっていう危険性やっぱり理解してはいいわけですね。はい でまあ、例えば、まあ積み積てニ i とかでは何でもいいんですけど、やっぱり円以外を持つようにした方がいいと思いますね、もう今後、確実にそうした方がいいと思いますね、で若い人っていうのはやっぱりあの海外でもお金を稼げる力を持った方がいいなっていうに思いましたね、今後、日本の市場だけじゃなくて、やっぱり海外の市場でもちゃんとお金を稼げるようにした方がいいっていう風に思いましたね、若い人は特に。はい でままあ、まあ年取った人は、なんかそうやっていきなり海外でお金稼ぐのは難しいと思うんで、そうだったらまあ積み立て n i とかでもいいんで、まあとっておきの縁を変え,て、えー、変えてしまった方がいいんじゃないかというふうに思いますね、今後、はいじゃあこの間、政治についてなんですけども、もまあ政治っていうのは、まあやっぱりどうなるか分かんないですよね、そのデモクラシーっていうのはどうなるか分かんなくて、でそうなった時に、だから日本も一言じゃないと思うんですね、日本って自民党のもう一党独裁に近い状態ですよね、かなり。 えーまあ、ほとんど自民党が支配してるんでこれってやっぱり危険なわけですよね、まあ、自民党内で右派左派みたいなこう保守党があの分かれている感じではあるんですけれども えー、ただあの、一党独裁ってやっぱり共産主義と基本的に同じわけですよね、だから権力が1点に集中してしまうんで、やっぱ権力が1点に集中してしまうっていうのはあの危ない非常に危険なわけですよねで、一回そうなってしまって、これを取り除くっていうのはかなり難しいわけですね、まあ、日本はその戦後にアメリカがもう全部面倒を見るっていうのはかなりまあ変わった時代を経てるんで、まあ、うまいこと、たまたまラッキーで今のふうになってるんですけども、もやっぱり、あのー、そのラッキーさの 付けがあるなっって思うんでですよねこのの独裁の近い状態ででやっぱりその自民党の負担を開けて開け中を開けてみれば、かなり今危険思想を持っている人って結構いるんで、えー、で今あの、特に重武装化がかなり叫ばれているし、まあ、それはもう避けられないと思うし、それは対処しなきゃいけないというのは現実的にあると思うんですけども、逆にそうな,るそうなったからこそ、権力のチェックはすごく必要だなと思いますね、これはまあ一人一人の国民がちゃんと見ていった方がいいということだと思いますね。はいで まあやっぱりその1つの国に縛られていきないっていうのは大事かなと思いますね、えー、と世界各国には結構、ね、の日本のビザが強いっていうのもあるし日本のビザが強いんで、まあ、あの世界各国に転々として移り住んでたらだいたいどこにでも住めるっていうメリットもあるし例えばなんかジョージアとかって1年間のビザなしで住めたりするんですよね。 で僕も前今そこら辺ちょっと考えてるんですけど、でアルメニアとかもなんか半年近く結構住めるんですよ、よビザなしで、だからそういった制度を使っていろんな国を渡り歩いて住むっていうようなこともまあ必要かなと思いますね、で結構銀行口座とかも作るのも簡単なので、これを気にななってるのかなこう一国だけに縛られない生き方っていうのもすごく大事なんじゃないかなと思いましたね。はいえーそうですね えーまあ、今回お伝えしたかったのはやっぱり大きな、えー、と権力っていう力があるんですけどその中でじゃあ僕らはそういった大きな力を見ていかないといけないんですけど一方で一市民として幸福に生きていくため,にためにはどうすればいいかっていうのも考えなきゃいけないなと思うんですよねやっ,ぱりやっぱり僕らは一市民の視点でじゃあ今はどう生きるかっていうのが大事かなと思いますねだから今後もこういったニュースを発信していければと思います、はいえー、と今日は、えー、モスクワの今の現状と、まあ、その今後の展望みたいなことをお話ししましたではまた